さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースイートやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日も今日とてアキンタ遊んでいこうと思うんですが、今回使っていく武器はですね MCX を使っていこうと思います。はい、最新アップデートで新しいカスタムをもらった MCX なんですけれども、まあ、僕がですね、アップデート日に動画を、まあ、投稿しないっていうことでね、まあ、皆さんね察していただけたかと思うんですが、マジで弱い。はい、もう控えめに言ってクソ雑魚なんで、まあ、僕がですねもう最強なんて言葉使わないんで、あの武器に関してはマジで、まあ、だからね、まあ、今回はそんな悲しきかな、まあ、MCX カスタム2を使ってまあ、とんかつ目指していこうと思うんですが、まあ、無理でしょうね。おっと、赤いパンティーが見えてしまった。おい、みんな何見てんだよ。やめろよ。ということでですね、やっぱりこのスキンが至高なんですよな。まあ、このスキンで敵を縛いていきましょうか。まあ、このスキン着てるだけでもうめっちゃ強いんで、敵はこのスキンに見とれてさ、まあ、僕のことをさ、縛くなんてことは無理でしょうね。はい。ということで、まずは DP を取って、わっ。おれウルティマなんて持っても意味ないんだよな。まあ、本来であればね、この AUG と、まあ、ウルティマ使いたいところではあるんですが、まあ、致し方なしということでね。あ、ただね、今回めっちゃ面白いことできるかもしんない。俺さ、ちょっとあんまりまだ理解はしてないんだけれども、今回さ、あのベリルカスタム2と多分同じ動きができてですね、ベリルカスタム2に、まあ、サムグリップとね、あとバイパーをつければ、まあ、皆さんねどうなるか分かりますか。まあ、分からないでしょうね。まあ、ADS がめちゃめちゃ速くなるんですよ。ただ今回それが、まあ、MCX カスタム2でも多分同じことできるんで、はい、ということでね、お待たせ。いやマジでさ、まあ、ちょっと食事中の方には申し訳ねえけどさ、最近さもう毎日のように快便すぎてさ困るわ。便秘気味の皆さんごめんなさいね。僕、快便なんで、まあ、とりあえずですね、1日に1回は、まあ、便が出るわけですよ。汚らしい話はすんな。もう俺、クリーンな実況者で行きたいからさ。みんなごめんな、本当に。とりあえず今回、バーチカルは拾いません。まあ、なぜかといえば、まあ、サムグリップをですね、使って、まあ、ADS をですね、まあ、極限まで高めていきたいからです。はい。同じことはもう二度と言わねえ。ということでね、あとは主役の MCX さえ来てくれれば、まあ、どうにかなるんですが、ほんと見当たらないわ。ま、ちょっとま、落ち着いて探しましょうか。まあ、最悪さ、AUG でいいや。もう MCX なんて使わなくていいでしょ、もう。あんな雑魚武器はほんとにかわいそうだよ。なんで同じようなさ、カスタムにするかな、マジで。カスタム1がさ、なんかあの、黒いさ、ぶっといちくわがついたじゃん。カスタムには細いちくわだからな。ちくわとさ、ちくわぶくらいしの違いしかないから。マジでさ、かわいそう。MCX はほんと不遇ですね。まあ、武器の基本性能が強い武器っていうのはですね、まあ、カスタムが不遇になる傾向あるんで、まあ、致し方なしだよな、それは。あれ、いるか。あれ、普通に AI だ。とりあえず燃やしておきましょう。AI は全て燃やす。そう決めたから、僕が。とりあえずまあ MCX 探しつつっていう感じでいきましょうかね。まあ、皆さん、まあ、本日はですね12月24日ということで、まあ、クリスマスイブですが、サンタさんにお願いはしたかな、諸君。まあしてないかな。まあ皆さんも立派な大人だと思うんでね、まあ僕の動画なんか見るよりもなんかもっとやるべきことがあるんじゃないでしょうか。はい、俺はね動画っていうものをさ、あのキッズ向けに作ってるんだけれども、なぜか僕の視聴者っていうのはですね、平均年齢が高いと、僕より高い方がうじゃうじゃいるんで、やっぱりニューステイトってさ大人向けのゲームなのかもしんないな。そう考えると一口じゃない、ありました MCX。 そんな話はどうでもよくなったわ、吹っ飛んだわ。そしてカスタマイズキットまである、完璧ですね。じゃあカスタマイズキットで、であとは応急やって揃っちゃいました。でバイパーもいつの間にかつけてるんで勝ちました。カスタム2、こうすることによって ADS 速度増加、腰打ちダメージ集団性能、肩腰集中性能、そして発射音抑制。マジでさ、これ本当にカスタム1と何が違うのっていう感じだから、みんな
見てくんない？まあ、後で見せるわ。ちょっと武器の形状とかさ。いや、今見たい。今見たいんだったら見せてあげるよ。ほら、見て。なんか銃口がさ、ぶっといちくわじゃなくて、なんか細いさ、サプみたいなちくわがつきました。はい。ということでね、まあ、太いちくわが好きか、細いちくわが好きか、まあ、それだけの違いなんですよ。このカスタム1とカスタム2の違いっていうのは。マジでさ、もうちょっとさ、なんか、カスタム1とカスタム2でさ、分けてほしいよね。どっちもさ、消音性能をさ、強化したって意味ねえだろうが、俺のケツ見えてるだろうが、ほら。俺はさすがに18禁です。いや、もう、目のやり場に困るわ、このスキンマジで。どうにかしてくれ、みんな。ということでね、行きますか。まあ、ウルティマ持ってるんで、まあ、近距離は無双できるでしょう。で、中距離は、まあ、この MCX がどうにかしてくれることでしょう。知らんけど。どうにかしてくれよな、マジで。とりあえずさ、MCX の ADS 速度見てみる。ほら、秒でさ、ピッてさ、ADS 速度をやってくれる。これなんですよね。MCX カスタム2の強さは。このピッていうエイム。まあ、あの、モサだったらね、これ使えるかもしんない。ここまでね、ADS 速度が速いっていうことは、まあ、打ち負けるね、確率が、まあ、少なくなるっていうことなんだよな。同じエイム力の場合は。でも、モサっていうのはさ、基本的にはエイム力変わんないから、まあ、やっぱりあと変わるって言ったら、この ADS 速度だけなんですよ。だからカスタムで、まあ、勝敗がね、つくのかもしれない。もしかすると、あそこにいるわ。VSS なんて使ってるやつはしばく。さあ行くぜ。はい、ピッと合わせてしばいていく。これが、まあ、MCX ピッカスタムだな。はい、完璧です。ありがとうございました。とりあえず、1キルできたのは嬉しいな。意外となんとかなるか、これ。いやー、まあ、あの、コンペンとかつかなくなっちゃってるんですが、なんとか今の距離だったらサムでも合わせられますね。ただやっぱり、あ、リコイルが難しくなってんで。あの、これぐらいの距離だったらいいな。ピッてやってさ、この MCX の連射性能っていうか発射レートともさ、結構いいシナジーがあるのかもしんない。意外と強いのか、これ。どっちが強いんでしょうね。カスタム1とさ、カスタム2、みんなはどっちが好き？キル速的にはどうなんでしょうか。まあ、カスタム1は威力上がるから、カスタム1したらさ、キル速上がるかと思うんだけど、知らんけど。まあでもさ、カスタム2でこうやってピッて合わせてやっちゃえば、意外といいのかもしんない。なんか AUG の主張が強いな、今回は。俺 AUG めっちゃ好きなのにさ、動画のせいで使えないっていうね。とりあえずここで潜んでよ。こいつ気づいてないだろ、俺のことには。ピッからの発射して、おっと、なんだ君は、止めたかそこに。ピッ、いや、いつもと感じ違うからさ、このピッがさ、なんかちょっと癖あるな。いや、これまずいわ。うん、ちょっといつもの感じでね、撃っちゃうと遅いな。もっと早く合わせてるからこっちの方が。あ、なんかいるな。マジか、いるじゃん普通に。あれか、やります。ピッ、おっと、からのオッケー。でも撃たれてたな、あっち側から撃たれてた今。まあ一旦でも見なかったことにして、それは一旦僕はセルフ AED を拾っていく。オッケー、あっちの方から撃たれてたな。チク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 、かわいそうに。まあ挟まれたらきついよな、ほんと。あ、金ちゃんていうかソロは挟まれたらもう無理ゲーですよね、正直。盾が欲しいけど、盾持ってなかったんか、君は。かわいそうに。とりあえず、ちょっと君の意思俺が継ぐわ。金ありがとう。うまい。金が美味しいと。さあ、M4 ですか。MCX と M4 どっちが強いのか。頂上決戦でもやっちゃいましょうか。兄貴、盾あるじゃねえか。まあ、なかなかさ、その瞬時の判断ってのができないんだよね。人っていうのはやっぱり。こっち側から撃たれてたと思うから、警戒していきましょうか、あの、崖上。怖い怖い怖い。マジ、バトロワってさ、俺、ホラゲーの一種だと思ってるからな。マジ、油断したら一瞬でさ、狩られるんで、気をつけましょう。そして僕は今回、
遠距離は無理なんでね。このウルティマとかいうのをさ、背負ってるんだけど、正直ウルティマ多分使わないわ。 MCX との相性20×ですね、これは。 MCX だってキンクリいけんだもんな、 AR の癖して。さあ SL8 ですか、敵は。俺もそれ持っときゃよかったな。多分落ちてたでしょうね、どっかで。マストとかにあった気がするけど、まあいいや。とりあえずここクリアリングしたい。今銃声的にこの辺じゃないか、もうちょいよく。あれかまあ敵の位置は見えてるんだけれども、とりあえず僕には攻撃手段がないな、これは。足音してますやん。マジか、思いっきりじゃん。やっぱ、ああ上からこんにちは。最悪。 SLI 邪魔すんな、俺の邪魔をするな、マジで。 OK、 強し。あ、腰打ち性能上がってるかな。こういうことなのか、これが進化した MCX ですか。なるほどね、腰打ちもいけんだもんな。強いかもしれない、もしかすると。いや、もしかしなくても強いのかもしんない。いや、バギー怖、マジこいつ怖、こっち側怖、絶対1枚いる。残り3だもんね。あ、いるわ。なるほどね、そっちか。まあ、分かっただけいいな、開いたわ。サッカーに行きか、今の。サッカーに行きなの、これな。オッケー、壁ごと破壊していく。さあ、ラスト1枚ね。あいつの方が有利じゃん。ちょ、一回スモークロードね。勝利への方程式作っていくわ、ここで。さあ、ここでスモークロード使っちゃって、グレが壊し、あとはここでピッてやってポンなんですよ。強い。さあ、ということでですね、 MCX 最強か、来たわこれ。 MCX カスタム2の時代が皆さんは目撃してしまいました、伝説を。ということでですね、まあ今宵もドンカツ取ることができたんですが、マジで強え、こいつ。はい。舐めてるとさ、死ぬぜ。ということで、まあ、皆さんね、カスタム 2MCX 使ってみてください。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。